はい、酒好きなムード新潟人の飲酒動画です。ちょっとね、長く空いてしまったんで、はい。今回飲むのは、チューハイですね。ボルスの、ブルーシトラス。これ、賞味期限大丈夫だろうな。あ、大丈夫だ。アルコール度数5%で果汁が6%。原材料がオレンジリキュールとグレープフルーツ果汁と、糖類と酸味料と香料と着色料です。1575年にオランダで創業したリキュールブランド、ボルス監修の本格カクテルです。オレンジピールのほろ苦さとグレープフルーツの、酸味が爽やかな味わい。書いてあります。これブルーだね。ブルーキュラソーだな、これ。これブルーキュラソーでしょ。これブルーキュラソーだ。真っ青。完璧。これ美味しいですね。オレンジリキュールとグレープフルーツ果汁が使われてる。で、ほとんどオレンジです。オレンジのオレンジジュースっぽい味てか、ぽいっていうか、オレンジジュース。オレンジジュースが炭酸入って、で、アルコールも入ってるパターンの、そんな味。これあれだな。確かね、これコンビニだったかで買ったんだけど、結構高かったんだよな。確か。多分ね、180円ぐらいしたんじゃない？おそらく。ああ、久々にマジで酒飲んだわ。ずーっと酒の動画上げたかったんだけど、ちょっとパソコンがマジで、いろいろあったんですよね。まあ、特にこれは美味しい。癖もないし、飲みやすいですね。ただまあ、味としては、オレンジジュースの炭酸入ったバージョンみたいな味です。グレープフルーツの味は、まあ、するはするんだけど。まあ、でも、あ、ファミマです。ファミマで 税込みで173円。2018年の11月の27日より、ファミマで発売と。これファミマ限定だな、これ。
ブルーキュラソーのボルスブルーを、一部使用したカクテルです。ファミマ限定で数量限定ですね。これブルーキュラソーっていうのが、まあ、カクテルで使う、よく使われるのか。いや、よくは使われねえな。主に使われるのはあれですね。オレンジキュラソーとかがよく使われはするんですけど、ブルーキュラソーはまあ、それに色をつけたっていう、まあ、だけなんですけど、基本的に、ブルーハワイとか、カクテルで、ブルーハワイっていうのがあるんですよ。で、まあ、有名な、かき氷でブルーハワイ味とか、あれはこの、ブルーキュラソーから来てると。まあ、ブルーキュラソーで作った、その、ブルーハワイっていうカクテルの、名前が、まあ、由来なわけです。で、カクテルで、まあ、使うっていうのは、まあ、ほぼほぼオレンジキュラソー。まあ、そもそも青い色っていう時点で、あんまりその、カクテルとして、まあ、オレンジキュラソーを使うカクテルはいっぱいあるんですけど、ブルーキュラソーってのはまあ青なんで、あんまりね、まあ合わないと。うん。ウィキペディアでキュラソーをググりました。リキュールに分類される。中性スピリッツや、ブランデーにオレンジの果皮の香味成分と糖分を加えたもの。これを、直接、ストレートで飲むと、ものすごい甘いんです。とんでもなく甘いんで。カクテルで使うときも、だいたい、10cc ぐらいしか使わないんじゃないかな。ただ、その代わり、ものすごい、なんだ、オレンジの香りが、香りと味がものすごい強くて、すごいです。少量使っただけでも、それで割るじゃないですか。炭酸とかで。割っても、オレンジの香りと味が本当に強く出る。うん。まあ、オレンジジュース、俺大好きなんですけど、まあ、ね、このキュラソーっていうのも、まあ、オレンジなんで。うん。キュラソーっていうのは、いろいろ、色があります。無色透明のホワイトキュラソー。で、オレンジ色の、オレンジキュラソー。うん。で、青色のブルーキュラソー、グリーン色のグリーンキュラソー、赤色のレッドキュラソー、というのもあると。で、確か、有名なんだとコアントローとか、コアントローっていうお酒があるんですけど、こちらが、アルコール度数 40% の、ホワイトキュラソーの、一つと。これ昔俺が、正社員で働いてた、ケーキ工場で、よく使われてましたね。このコアントローがね。まあ、香りが非常に、まあ、よくてですね。うん。
まあ、生クリームに使われると。クリームの原料の、なんだ。生クリームの、まあ、クリームですよね。クリームに、ちょっとだけ入れて、それでこう、オレンジの味がするみたいな。まあ、風味とか。まあ、よく使われるこのコアントロっていうね、うん、ただアルコール度数が40度で、エキス分が 27% でアルコール度数 40% だからっつって、普通にジンとかウイスキーみたいに結局ほら40度ぐらいでしょ大体ね、ウイスキーとかもと思って普通にストレートで飲むと、とんでもない甘さがとんでもないので、これはストレートではまあ飲めない。というか飲まない。ということです。だからこのブルーキュラソーっていうのはあんまり使わないんですよ、結局。カクテルで。カクテルで、見た目とか、ねえ、見た目を青色にするカクテルってあんまりないんです。だから基本的にホワイトキュラソーを使う。キュラソーはね。キュラソーを使ったカクテル。サイドカー、ホワイトレディ、バラライカ、XYZ、ウイスキーサイドカー、グラン、マルニエサイドカー、キングスバレイ、ブルーハワイ、ブルーマンデー、うん、オリンピック、神風、グランマルニエオレンジ、コアントローオレンジ、コアントロートニック、コスモポリタン、ビトウィンザシーツ、ハイライフ、マイアミビーチ、マルガリータ。といろいろあります。まあ、主に、ホワイトキュラソーっていうのが割と、使われるカクテルだよね。ただ、このオレンジキュラソーっていうやつだけは、別物でですね。キュラソーシリーズでも、確か、オレンジキュラソーが、別物だった気がする。確か。確かね、製造工程がね、ちょっとね、特殊なんですよ。確か。他のホワイトキュラソーとか、ブルーキュラソーとかに比べると、おそらく値段が高いのではないかと思われます。うん。多分ね。うん。なんかその、あれがあるんだよ。オレンジキュラソーは、製造工程的に、まあ、何々熟成させないといけないとか、そんなのがあったはずなんですけど、ちょっと今ググってるんですが、ちょっと出てこない。あ、これありましたね。ヤフー知恵袋にありました。オレンジキュラソーだけは、色付けのためだけに着色されたのではなく、樽熟成の過程でオレンジになっています。当然味は明確な違いが感じられます。着色料で色をつけることもありますが、色味が足りない分の、補充です。うん。
だから、オレンジキュラソーだけは、その、キュラソーシリーズでも、トップ、トップです。トップの、うまさ。うまさっていう、言い方もあるけど、価格が絶対高いんですよ。わざわざ樽で熟成させてるわけですから。うん。他は樽熟成させてないですからね。うん。多分。うん。だから、オレンジキュラソーだけは別物と。で、おそらく高いと。うん。思われますけども、まあ、だから、ホワイトキュラソーとオレンジキュラソーを飲み比べたら、絶対的に、オレンジキュラソーの方が、まあ、風味としては、やっぱ違うんでしょうね。ちなみに俺、オレンジキュラソー買ったことないんで、わかんないですけど、まあ、そもそも、カクテルには、まあ、キュラソーって使われるんですけど、ぶっちゃけた話、俺、カクテルなんてもう、シェイカー使って作るカクテルとか、なんて、ほぼほぼめんどくせえんで作らないんで、もういわゆるビルドで、カクテルのタイプで言ったら、まあ、いわゆる、氷入れて、で、30cc ぐらいジンを入れて、で、あとはトニックウォーターで割るみたいな。だから、これだけで完結する。これだけでできるもの。コップがあればできるっていう、ものしか基本的にもめんどくさいんで作らないんです。だから、オレンジキュラソーを買ったとしても、まあ、カクテルを作って、飲みはしないですね。まあだから、基本的にはホワイトキュラソーとブルーキュラソーっていうのは味は同じなんです。ただし、そのブルーキュラソーとか、ホワイトキュラソーとオレンジキュラソーっていうのは別物の味がすると。いうのが、皆さん、一つトリビアを覚えましたねっていうことです。本当に俺、オレンジキュラソー買ったことねえんだよな、多分。おそらく。だから味も知らねえんだけどさ。にわかであれなんだけど。結局のところ、先ほどウィキペディアで見た通りですね。一つ問題があって、このオレンジキュラソーっていうのが、クソ安いやつとかだと、下手したらオレンジに、違う。ホワイトキュラソーにオレンジ色をくっつけてるだけのものも、ありますんで、おそらく。そこら辺は、気ぃつけた方がいいです。カクテル、する人はね。まあ、カクテル作る人って大体、そこら辺の、まあ、知識とかはおそらくあるとは思うんですけど。うん。そういう、まあ、感じですかね。うん。うん、そうやね。まあ、カクテルも、まあ、いろいろありますしね。うん。まあ、俺はオレンジジュースが好きなんで、オレンジ 100% ジュース、とかをまあよく買うんですけど。まあそこにウォッカとか入れて、ね、なんだっけ。有名な、なんだっけあれ。やばい、最近マジで老化が始まってる。完全に頭が。
頭が狂っている。あれなんだっけ、超有名な、あの女を口説き落とす時の、あの酔わせるためのあれ、オレンジ。ドライバー、違う、ドライバーじゃない、なんだっけ。ドライバーちゃうな。なんつったっけ。あ、スクリュードライバー。ドライバーまで出てきて、スクリュードライバー、スクリューが出てこないって、もう頭おかしいや、完全に俺。俺多分、頭確実に多分ね、IQ がね、おそらくね、酒に飲みすぎてね、多分頭、IQ がものすごい低いと思う。IQ、俺の IQ80 ぐらいちゃうか、多分。おそらくIQ ほら、80ぐらいです。一般人が100ですからね。一般人が100だとする、IQ ってのは一般人が100なんですよ。で、頭がガチでいい人間になると、IQ がなんと、とんでもなくて、世界で一番 IQ が高いやつって、IQ200、220ぐらいあるからな、確か。すげえよ。IQ220 ぐらいあるからね。金田一こ、少年の事件簿で、金田一はじめってあれ、IQ180 ぐらいなんですよ。確か。それを上回るっていう、漫画の設定を上回ってんだもん。だって、多分、作者は多分あれでしょうね。そんな人間がいると思ってなかったっていうパターンありますよ。まさに小説より、事実は小説よりきなりってやつ。すげえよなー。で、確か一番頭いい人が女性なんですよ。女性でね、30歳から40歳ぐらいの女性なんですよ、確か。IQ200、218とかだったかな。まあ、とんでもないですね。うん。あ。お、久々に。おお、これほら。前書いたの2月21日だよ。今日3月8日だぞ。久々にこのホワイトボード、あれだわ。出会ってしまった。3月の8日。ああ、そうそう。YouTube の、なんか規約がなんか改定されてですね。俺みたいな、まあ、酒とかタバコとかの動画とかっていうのが、まあ、一部規制される可能性があると。うん。ということで、まあ、この酒動画はですね、まあ、現在、ちょっと、まあ、世間的にはもうやばいと。おめえら酒飲んでさ、ね、タバコ吸ったりして、子供に悪影響を及ぼすだろう、みたいな。そういうので、規制が入るらしいんですよ。うん。まあ、されたらされたで、多分、まあ、何かしら。うん。何かしらの対処はするとは思うけども。まあ、わからないですね。俺の酒動画は多分どっかしらで続けると思うんですけど。まあ、酒の動画で、まあ今まで YouTube の酒とか動画で、まあいわゆるこれがマネーがね、入ってきてたわけですが、まあ、今後、このマネーが0円になると、まあ、マネーが入らなくなるという可能性も、まあ、あるということで、まあ、それだったらまだいいんですよ。まあ、それだったらまだ続けるんですけど、もし、酒動画を俺がアップしたとしても、それが、例えば、YouTube の規約違反で、無音になったりだとか、
映像が消えたりとか、俺の声だけは入ってるけど映像が消えたりとか、もしくはもう誰も視聴できないような、いわゆるね、はい、動画はもうダメですみたいなっていう状況になる可能性もありますんで、そしたらニコニコのニコニコ動画の方に動画を上げる予定ですということでね、3443です。ご視聴ありがとうございました。